エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は勝ち筋を作るならとにかく最初の1キル目をもぎ取れとなります。弓だけに限らず後衛武器の勝ち筋につながるキルの話となります。勝ち筋といえば防衛を成功させた、相手の後衛を落とし続けたとかありますね。後衛としてはチームの勝ち筋につながるキルを取ることは重要なことです。ですが実際にはいくら防衛を成功させても勝利につながらないとか、後衛潰しても負けるということがあるのではないでしょうか。ということで今回は勝ち筋につながりやすくするための1キル目で狙うべき相手について次の順で話していきたいと思います。今後も動画を更新していきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いいたします。それでは早速解説していきたいと思います。まず後衛として押さえとかないといけないことは、最初の1キル目が負担軽減につながるということです。誰の負担が減るのかというと味方の前衛になります。皆さん前衛の武器を持った時にこんなことはありませんか？後衛キル取ってくれないかなーって。これって単純に不満の言葉と思いますが、裏を返せばキルが取れれば前衛が動きやすい状況に返せるという意味になります。特にスプラトゥーンというゲームは射程トゥーンと言われるくらい射程が有利につながるゲームです。味方の前衛が敵前衛と戦っていたら後衛からのカバーが入りますので、かなり辛い展開ってなるんですよね。しかもこの後衛が上級者になればなるほどその精度は高くなります。場合によっては前衛も圧倒することが可能です。そのため相手の上手いハイドラとかリッターに味方の前衛が常に潰されて苦しい試合というのは当たり前と言えます。それではここで打開する側の立場で考えてみたいと思います。打開をする時というのは敵が中央を抑えて、さらに自陣までも抑えに来れる状況になっています。この時前衛が1キル取って前に出るというのと、後衛が1キルを取って前衛が前に出るというのではどちらが負担が軽いでしょうか？もちろん圧倒的後者ですよね。前衛の被弾も減らせれますし、射程が長い武器がキルを取ることによって敵の視線を後衛に集めることができます。これだけで前衛から視線が外れるので前衛自体は動きやすくなりますし、人数有利も取れるようになります。実際に上位プレイヤーの弓使いのプレイを見ていると、打開や攻める時っていうのは必ず1キル目を後衛が取っています。それに合わせて味方が追い打ちをしていくんですよね。逆に取れない場合は前衛が苦しい状況での打開となっています。このように状況によっては最初の1キルだけで味方の負担を大きく減らすということができます。チームとして1キル目を取れるように動いていくのが重要というところです。最初の1キル目を取れるように頑張るっていうのは分かったかなと思いますが、そもそも誰を狙うべきなんでしょうかね。これに関しては一番近くにいる敵からとなります。俗に言う手前処理ですね。この手前処理をする理由についてですが、いくつか理由があります。理由は後衛を狙っても前衛が邪魔をしてくるため、手前処理から人数をしっかりかけるためっていう理由になります。まず後衛を狙っても前衛が邪魔してくるためというのは、抑え込みをされた時のブラスターを想像してみてください。この時というのは無理に後衛を狙ったりキルを取ったとしてもブラスターにやられる可能性というのがありますよね。しかもカス当たりでうまく逃げたとしても他の前衛や後衛のカス当たりが重なるとミスする原因となります。このように後衛を狙って攻めた場合、自分が不利になることが多くあります。特にスプラの場合は後衛をいかに押さえつけるかが試合の重要なポイントになります。無効化できれば試合展開が非常に楽なんですよね。そのため上手いプレイヤーほどしっかり後衛を落としていきます。それなのに前衛を処理せず後衛だけを狙っていると足元を救われるきっかけになるわけです。意外と無視しがちな相手ですが、安全に確実に攻撃するには処理したい相手というわけですね。二
2つ目は手前処理から人数をしっかりかけるためとなります。これはクワッドなど押し込みが強い相手で考えていきましょう。スプラにおいて人数有利の攻めというのはかなりセオリーに近い戦い方となっています。でも面白いのはスプラというゲーム性ですね。とてもキルタイムが早いゲームになっているため、一人で複数倒すことができるっていうのが特徴となります。そのため状況が悪い状態の1対1というのは勝率がぐんと下がりますね。味方の前衛が敵の前衛に潰されるのは単に人数の圧が足りないからと言ってもいいかと思います。ここで考えておきたいのは、この時の前衛というのは相手の前衛だけではなく後衛からも狙われてるっていうことです。パッと見1対1かもしれませんが、射程で有利な後衛が加勢することで1対2の状況がすぐ出来上がります。そう考えると対面で勝つというのはかなり厳しいですよね。だからこそ手前に人数をしっかりかけるのは重要となります。2つの理由を考えてもらうと分かると思いますが、要は前衛が前に出るために負担を減らすサポートをするわけです。マップや試合展開が悪い状況で1対1を避けつつしっかり敵の処理を確実にすることを考えると、手前処理は非常に大事です。手前処理が成功した後は次の近い敵も狙っていきましょう。場合によっては後衛に圧をかけるのもありです。またこの手前処理についてですが、相手の前衛を甘く見ないことが大事です。これは自分は連キルができるという思考はありますが、敵には連キルができないという思考があるためです。相手が上手いというのが抜けがちなんですよね。特に前衛武器を持つプレイヤーは対面自体がとても上手いです。前衛は捌ける実力がないと腕前は上がりませんからね。そのため実力を上回るために人数有利を生かすというのが非常に大事となります。手前から処理がうまくいけば徐々に前線を上げることもできますし、味方も前に出やすくなります。しっかり処理して味方の前衛を動かしていきましょう。最後にですが、1キル目をもぎ取る上で後衛に狙われているという意識が非常に大事となります。先ほどまでは味方の前衛の負担を減らすため相手の前衛を狙うことを話していましたが、これをするとあることが起きます。それは相手の後衛の攻撃が把握しづらいということです。特にリッターなどの場合、射程のご利用しがすごいです。そのため味方のために前衛処理を頑張っていると、狙っている横からキルを取られるということが起きます。こうなってしまうと前衛処理や1キル目を取るということが困難となります。そのため1キル目をしっかり取るという時は、相手の後衛の位置は最低限把握しておき、しっかり射線を消すようにしましょう。どこにいても狙われている意識というのは非常に大事です。特に今作は動機ずれによって一瞬でも顔を出すと抜かれますからね。しっかりとした遮蔽物意識は最初の1キル目を取る上でも非常に大事な要素となります。はい、ということで今回ここまでとなります。勝ち筋を作るならとにかく最初の1キル目をもぎ取れはいかがでしたでしょうか。後衛としては攻撃ののろしをしっかり上げるためにキルをすることが非常に大事です。相手を減らせればそれだけ味方が有利に動けます。敵の前衛を倒せば味方の前衛は処理を気にせず前に出れます。試合において打開の成功や勝ち筋を作るのであれば、チームとして最初の1キル目を取れるように意識してみましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。